い、皆さんこんにちは。小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、僕お休みです。休みなんでね、昼から飲みたいと思います。でね、早速今日昼の漁師飯ということで、今日はですね、タコの唐揚げ、漁師のタコの唐揚げを作っていきたいと思います。では早速始めていきます。はい、じゃあ早速始めていきます。これちなみに玉ねぎ袋です。ほら、まだビンビンに来てますよ、これね。早速ね、こいつを調理していきたいと思います。はい、じゃあこのタコをね、生きたまま油の中へダイブ。なんてことはやりません。やっぱね、美味しく食べないとタコさんに失礼なんで、早速タコさんを締めていきたいと思います。これこれこれ、タコはですね、このね、目と目のね、この目と目の間、ここにね、脳みそがあるんで、ここを締めます。こうやって、これ脳みそ、これ脳みそです。脳です。これほじくってあげると締まるんですよ。でもこんな感じで色が変わりました。ほらね、これでタコが締まりました。で、この胴体の中に内臓が入ってるから、これを引っ張がし、裏返します。裏返すとこんな感じで、この内臓とかを取っていきます。これ取るときにね、炭があるんで気をつけないと。はい、これがタコの内臓の一部です。僕もこれ何か分かりません。うわ、危ないよ。あ、破っちゃった。どうやらここに炭袋があったみたいですね。ここに、これも捨てちゃいます。すごいね、あんなちょっとの炭でこんな水が黒くなるんだよ。ほら、炭で。はい、じゃあタコが洗えました。で、一番めんどくさい作業です。タコのこの中で塩もみって言ってね、表面のぬめりとかを取るのに、こういう塩をさーってしてもみもみするんですよ。じゃあ早速もんで塩もみしていきたいと思います。塩を振ってもんでいきます。唐揚げ美味しく作るのはもみもみ。はい、この作業を3回は繰り返します。これがね、手間なんですよ。まあでもこのぬめりを取っとかないとね、匂いの原因になるし、しっかりぬめりは取っていきましょう。で、ここでワンポイントアドバイスとしては、タコは一度冷凍するともう簡単にぬめりが取れます。で、結構冷凍した方がね、案外柔らかかったり、そっちの方が好きな人もいます。しっかり足の先にこうぬめりを流してあげる。はい、こんな感じでだいぶぬめりが取れました。ほら、で、これを今から下茹でしていきます。唐揚げにするので、あんまり茹ですぎないように。はい、お湯が沸騰しました。なるべく皆さんでっかい鍋でやってくださいね。じゃあこの中にタコを入れていくんですが、そのままぼちゃんじゃなくて、こう足のね、先から入れていくと丸まるんですよ。クリンクリンって。で、なるべく全部を外側に曲げてあげるように入れていく。別にこれしたからって美味しくなるわけでもなくて、まあ見た目の問題ですかね。はい、漁師は暑さに強いので手でやっていきます。結構いい感じに丸まったんじゃないでしょうか。で、これをね、2分ほど湯がいていきます。唐揚げにするんで、タコは火を通しすぎると硬くなるので2分です。ヘイシリータイマー2分。はい、聞こえませんでしたと。はい、タイマーを1分にセットしました。2分です。まったくこの子は。シェリー、
俺は転がり続けて。はい、今1分経過しました。あと30秒待ちます。まあでも出てるとこちょっとなんで、もう返しときましょう。綺麗ですねこれ。花びらのように散りゆくな、花みたいですね。はい、タコが弱かったので揚げていきます。はい、うちはザルが貧乏なんでこれしかないです。どっこいしょっと。へい、うまそう。温泉街だね。湯布院と名付けよう。こんな感じです。美味しそうに茹で上がりました。これはまだね、半生です。これで、唐揚げにして、あの火を通していきます。先に油を火にかけときます。ちょっとね、先っぽ食べちゃおっか。はい、こんな感じです。このタコの先って毒があるって言われてますけど、言う人がいるんですよ。ないですから。美味しいです。で、この水気を取っていきます。もう揚げ物なんでね、水気は厳禁ですよ。まあね、生きたままっていうのはしないですけど、やっぱ YouTube なんで、せっかくなんでこの丸々一匹ね、豪快に揚げたいと思います。はい、で大体水気が取れました。で、普通タコの唐揚げって下味とかつけると思うんやけど、もう本当にいいタコ、こういう生きてたタコとか美味しい 地元のタコっていうのはね、もう下味なんていらない。もう十分ね、海水のうまみ、もうタコのうまみでね、十分食べれます。で、この昭和の天ぷら粉、これをね、まぶしてね、唐揚げにしたいと思います。タコにお化粧してあげましょう。なんか赤ちゃんみたいな匂いがする。なんでだろう。はい、こんな感じで、真っ白になりました。これを早速ね、揚げていきたいと思います。はい、だいぶ温度が上がってきました。だいたい180度ぐらいで、まあ今回ちょっと大きいんで170度ぐらいにしたいと思います。で、温度の測り方ですが、だいたいこうやって見つめてみて、顔が熱いなって思ったぐらいで170度になります。じゃあ入れていきます。豆乳、いい感じです。もう盛大に油がこぼれてますね。これ母親が見たらそっと押するやつです。なんだなんだ、頭が膨れてる。なんだなんだ、爆発するんだねこれ。大丈夫か。ツンツンツンツコツン、おう、しばんじゃった。もう衣全然ついてないやん、素揚げやんこれ。はい、もう十分いいと思うので揚げていきます。美味しそうに揚がってますね。はい、こんな感じ、よいしょ。はい、こんな感じに無事揚がりました。完成です。こんな感じです。どどん、これを早速食べていきたいと思います。はい、じゃあね、早速いただいていきたいと思います。この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。今日は休みなんでね、じゃん、黄色のやつ、金色のやついただきます。乾杯。あー、うめ。どこから食べようかな、これどこから食べようか。じゃあもう足からかぶりつきたいと思います。噛み応えがすごい、うまみがすごい。とりあえずもう下味なんで、これしたら邪魔になるぐらい。まあね、せっかくの唐揚げなんで、レモンを絞って食べたいと思います。ハサミで切っちゃった方が食べやすい。これいただきます。うん、本当にうまい。
もうね、外国産のタコでするのとは比べ物にならないですよ。もうほんと下味も何もいらない、タコの旨味だけで十分です。間違えちゃった。で、結構この頭がうまいんですよ。これタコの頭です。足とかよりはツルツルしてて、なんていうか癖がない感じ。僕は頭は結構好きですけどね。じゃあ残りは家族と食べたいと思います。ごちそうさまでした。はい、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。ですね、次はこのタコを使って巨大タコ焼きを作ろうと思ってます。ぜひ次の動画もご視聴ください。チャンネル登録もできたらお願いします。ありがとうございました。